レーデオロは、日本の元競争馬で、現在は、種ボバ。主なカチクラは2017年の東京優秀、2018年の天皇賞。2017年の JRA 賞最優秀3歳、ボバ。2018年の JRA 賞最優秀4歳、以上ボバ。馬名の由来はスペイン語で、黄金の王という意味であり、父馬と母馬からの連想による、 2016年10月9日のメイクデビュー東京で、クリストフルメイルを安城に一番人気でデビュー。同中5番手で折り合うと直線では先に抜け出した、ポール・バンドルに一馬身1、4差をつけて解消した。自走は12月3日のハボタン賞に出走し、後方2番手を進むと直線で外から鋭く伸びて、デビューに連勝となった。そして12月25日のホープフルステークスでは、 道中後方3番手から直線で一気に足を伸ばして先頭に立つと、2着のマイネルスフェーンに一馬身1、4差をつけて、重傷発生波を飾った。当初の予定では、前哨戦の弥生賞を経て、本番のサツ賞に臨むというローテーションを組んでいたが、添えの症状がかんばしくなく、馬体にも疲労が蓄積していたことから、弥生賞を回避して、サツ賞へ直行することとなった。 2月1日、馬所は自身のホームページにおいて、フレッシュな状態で本番へ向かいたいとそそのかした。迎えた札ツ賞では、休み明け直行が不安視され、最終オッズ10.4倍の5番人気に止まった。レースでは、後方からの競馬を選び、直線に至るまで自らのポジションを放置しながら、最後の直線へ。残り150メートル付近から伸びてくるも先段を、 捕らえるには及ばず、5着に敗れた。レーデオロは引き続き、クラシック第2戦、東京優秀に出走。最終オッズは5.3倍で、青場賞を勝って挑んだアドミラブルに次ぐ2番人気に、押される。レースではスタートでは後方に位置し、サツキ賞と同じような競馬をするかと思われたが、安状のルメールが、 レースのペースが遅いと判断し、1600メートルの標識を通過したところで前へ進出し、1000メートルの標識付近では逃げるマイスタイルに次ぐ2番手に位置した。2番手をキープしつつ、迎えた最後の直線では、残り200メートル付近で、マイスタイルをようやく抜かし、追いすがるスワーブリチャード、迫るアドミラブルラを抑え、2着のスワーブリチャードに3、 4馬身の差をつけ優勝した。またこの勝利により、ルメールは史上最多体となる3週連続 GI 制覇を達成した。藤沢和夫調教師は前週行われた優秀品馬をソウルスターリングで制しており、ダービー初制覇をクラシック2週連続制覇という形で成し遂げた。秋初戦の神戸新聞杯は後に菊花賞を勝利する奇跡以下に圧勝。 優先出走権を得ていた喫花賞は回避し、続くジャパンカップでは北サンブラックに次ぐ2番人気に押され、ゴール寸前に同馬をかわすも5番人気のシュバルグランを一馬身一、四前に見る形での2着に終わり、ジャングルポケットに次ぐ3歳でのダービージャパンカップ制覇は果たせなかった。その後、ダービー制覇と、 小場相手に2着という実績が評価され、2017年度の JRA 賞最優秀3歳ボバに290票中289票で選出された。年明け初戦は京都記念に出走。ここまで全てのレースで安城を務めてきたルメールが非常停止となったため、ダリオバルジュに乗り換わってのレースになった。アルアインやモズカッチャン、ディアドラなど、 同じ4歳の GI 馬も参戦する中で1.6倍の圧倒的な支持を受けたが、道中折り合いを変いて、直線で伸びきれず3着に敗れた。自走は、ドバイシーマクラシックに、モズカッチャン、佐藤のクラウンと共に参戦。海外ブックメーカー及び JRA の馬券発売において、昨年の外線紋章で2着に入った、クロスオブスターズに次ぐ2番人気に押される。しかしレースでは、 エクリプスステークスのカチウマホークビルが超スローペースで逃げたため先行勢有利の展開となり追い込んだものの4着に終わった。第158回天皇賞、秋ゴール前その後は休養を挟みオールカマーに出走。中段で競馬を進め、ゴール前でアルアインを差し切って優勝した。また同日には阪神競馬場で行われた神戸新聞杯で、 当年のダービー馬ワグネリアンが優勝し、東西でダービー馬が重賞を制覇する史上初の快挙を達成した。続く天皇賞はワグネリアンやダノンプレミアムなどの有力馬の回避が相次いだが、最終的に本馬を含めて GI 馬が7頭出走する豪華メンバーとなり、大阪杯を勝ったスワーブリチャードに次ぐ2番人気に押された。レースでは奇跡が先手を取り、 前半1000メートル59秒4のペースで引っ張る、中で中断に位置した。直線では、外から伸びてゴール前で先頭に立ち、粘る奇跡と追い込んできた、サングレーザーを抑えて優勝。後半1000メートルが57秒2というよどみのない展開となり、勝ち時計は、当選冗談が記録した1分56秒1の、レコードに次ぐ、天皇賞歴代2位のタイムとなった。自走は、 レース間隔を考慮してファン投票1位の11293秒を集めた有馬記念に出走2.2倍の一番人気の支持を受けた。天皇賞と同じく奇跡がハイペースで逃げる展開を中段から追走し最後の直線では外から追い込んだが先に先頭に立っていたブラストワンピースを捉えきれずに着に赤敗安城ノルメール 藤沢調教師は共にレース前の雨の影響でやや銃となっていた馬場を敗因に挙げた。当年の成績が評価され、2018年度の JRA 賞最優秀4歳以上母バに選出された。この年は初戦に2年連続の参戦となるドバイシーマクラシックを選択し、スワーブ・リチャード、シュバル・グランと共に出走。しかしレースでは2コーナーで先頭に立って逃げる展開と、 なり、直線入り口で外から並びかけられるとそのまま失速。出走は8頭中6着という結果に終わった。国内初戦は宝塚記念に出走。出走12頭のうち GI 馬は6頭という豪華メンバーが集まる中、前日オッツは一番人気だったが、最終的には奇跡に次ぐ2番人気になる。レースは中段6番手で折り合うことができたものの、直線では、 伸びることができず、最終的に5着に終わった。秋初戦は連覇を目指して、オールカマーに出走。一番人気に押されたが、レースでは直線で仕掛けてからの反応が鈍く4着となり、連覇はならなかった。自走にはジャパンカップを選択し、ウィリアム・ビュイックとの初コンビを結成した。 史上初の外国馬の参戦なしとなったが、本馬の1年前と後のダービー馬であるマカヒキとワグネリアン、2017年の同レース覇者、シュバルグランランが出走し、ランフランコで通りをはじめとする外国人機種の来日機場も注目を集め、その中で最終的に一番人気に押されたが、レースではオモババの影響で直線でのビアグネ、見せ場なく11着に敗れた。 その後は引退レースとして第64回有馬記念に出走することが決定。ファン投票では最終的に9位6594票を集めた。前走に引き続き起乗予定だったビュイックが前週の車高で起乗停止となったため、三浦構生を安定に迎え、ブリンカーを着用して臨んだレースでは出遅れて後方追走の展開となったが、 先行税が揃って、介入戦となった、ハイペースの中、直線で足を伸ばし7着となった。12月25日付で競争馬登録を抹消。引退後は、八代ロ大スタリオンステーションで、種ボバ入りする。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。